コリーン・ハブリーチクーフ・ブロド線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は230。1869年から1870年にかけて、オーストリア北西部鉄道によって開業した。ウィーンとベルリンを結ぶ路線として開業したが、その役割は、現在0105線が担っており、こちらは、プラハとビソチナ県を結ぶ役割を担っている。 オーストリア北西部鉄道の路線も赤線はドイツ南北連結鉄道の路線1869年12月6日にコリーンゴルチューフイエニーコフ区間が1870年12月21日にゴルチューフイエニーコフハブリーチクーフブロド区間がそれぞれ開通されたその間の1870年7月26日に オーストリア北西部鉄道会社は2400万、グルデンの資本金で帝国特任株式会社として設立された。1908年の国有化港この路線は他の北西部鉄道路線と同じく帝国鉄道に属することとなった。1918年にはチェコスロバキア国営鉄道がこの路線を引き受けた。1965年11月に、 クトナーホラコリーン区間に3000ボルトの直流の電車線が、同年12月には、イフラバクトナーホラ区間に25000ボルトの交流の電車線がそれぞれに設備された。以下では、チェコ国鉄2 3 5号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。